ジョン・クヌーセン・ノースロップとは、アメリカ合衆国の航空技術者、航空実業者。愛称はジャック。全翼機の開発に心血を注いでいた。生涯3回航空機メーカーを起業したが、3度目に起こしたノースロップが、1994年にグラマンと合併して、ノースロップ・グラマンとして、現在でも制御中である。1895年11月10日に、 ニュージャージー州ニューアークに誕生した。ノースロップが航空業界に入ったのは1916年でロッキードに就職した。1923年にダグラスエアクラフトに移籍していたが、すぐに復帰し著名な女性飛行士アメリア・ヤーハートが女性初の大西洋単独横断飛行に成功した際に使用したロッキードベガの設計に関わるなどの活躍をした。 ロッキードから独立し1927年にノースロップエアクラフトを創業したが1929年にユナイテッドエアクラフトに吸収されたその後ジャックノースロップはドナルド・ダグラスと共同でノースロップをカリフォルニアに設立した1937年にダグラスと別れて工場はダグラスの工場になった1939年に再び設立された ノースロップコーポレーションが現在に続くノースロップとなった。ノースロップが手掛けた航空機として航空機の翼そのものが胴体である全翼機の開発がある。第二次世界大戦中にレシプロ機 y b 十五、戦後に Z 化した y b 十九など通常の航空機のコンセプトとは異なる形状をしていた。いずれも有望な航空性能をうかがわせたが 操縦性が困難であるなどの諸般の理由により、正式採用されることはなかった。この一連の出来事に対してノースロップは、後年、スチュアート・シミントン空軍長官が、自分の会社とコンベアとの合併を強要するために計画が中止され、さらに報復を恐れたために、シミントンをかばって、連邦議会で虚偽の証言をしたという陰謀論を主張したが、 実際のところ真相は明らかではない。YB-49 以降は航空機設計の第一線を退き、その後ノースロップの会社との関わりは希薄となった。個人資産を不動産投資の失敗で失い、1970年代後半には車椅子生活を余儀なくされた。ジャックノースロップの悲願であった全翼機の実用化は、 ノースロップ社の B-2 爆撃機によってなされた。B-2 の開発途上において、当時最重要の軍事機密であったにもかかわらず、軍からの特別許可を受け、ノースロップ社は病床にあって、余命いくばくもないジャックノースロップに、特製の B-2 の模型をプレゼントした。それを見た、彼は、今こそ、神が25年の余生を与え保たもんだ理由が分かったと。 涙を流したという、1981年2月18日に85歳で、逝去した。ありがとうございます。